盗撮の被害に遭ったことありますか？盗撮だと疑わしい被害に遭ったことでもいいです。被害の状況から結末まで詳しく教えてください。そうですね。被害っていうか、なんかその警察が来たとか、そういうことではないんですけど、女子高生の時とかは、やっぱ制服のスカートもそうだし、まあ私服のもそうだけど、とってもスカートが短くて、よく放課後とか制服のまま友達と遊びに行ったりはよくしてたので、本当に短いんですよね。まあ切ったスカートもあったし、検査用、先生たちに怒られるから、検査用に、まあ、真面目な長さのスカートで、それを折り曲げて履くっていうことをしてたので、遊んでる時に、なんかやっぱエスカレーターとかって段差があるから、私、友達、やっぱり男の人がいて、で、私、前向いてたんですけど、友達に話しかけるために、パッて後ろ向いたら、ここにいる男の人の携帯のカメラの向きが上に向いてて、上に向いて、何ですかね、こう撮れる感じ？この子のスカートの中も撮れるであろうし、私のスカートの中も撮れるであろうっていう角度で持ってて、パッて私が振り返ったから慌ててピッて隠した時は一回だけありました。はい。でも若かったし、撮る前だったら、証拠もないし、ね、携帯見せてくださいって言って何もなかった時に、なんかこうバーって怒り出したら怖いし、特に何とはしなかったんですけど、あれはちょっと怪しかったんじゃないかなって、今になっても思います。あれって思ったのはそれ一回ですけど、まあね、散々短いスカート履いて歩いてたから、知らない間に撮られていたとしてもおかしくはないと思うんですけど、でも盗撮はダメですよ。